それでは皆様お待たせいたしました。ただいまからテイスティングタイムスタートとさせていただきます。どうぞ押し合わず焦らずゆっくりとステージにお進みください、どうぞ貴重品は必ずお持ちください。貴重品は必ずお持ちになってください。皆さんの分十分ございますので、どうぞ焦らずにステージまでお越しください。さあ今テイスティングタイムスタートしております、投票箱ですが、ステージ前方、まあ、前方といっても通路寄りですね、はい、スタッフが投票箱の周りにおりますので、そちらにて投票をお願いいたします。皆さん飲んで終わりじゃないですからね、ぜひ投票なさってください。ご協力お願いいたします。今ですね、スタートしたばかりですので、かなりテーブルの前混み合っておりますが、少し時間が経ちますとまた、空きがございますので空いてくると思いますので、どうぞ焦らずにゆっくりと、30分ございますのでごゆっくりとお楽しみになってください。はい、それぞれのですねプロファイルですとか、こういった表現をしたかったというカードをご用意しているチームもあります。またカップにそれを印刷しているチームもありますので、ご参考になってください。こちらイベントステージではローストマスターズチームチャレンジ2015を開催しております。かなりの人で混雑しております。どうぞ皆さん足元にお気をつけください。またね、コーヒーをこぼしてしまうと周りの方にご迷惑をかけてしまいますので、ゆっくりとお願いいたします。ゴミ箱も用意しておりますので、飲み終わりました紙コップはそちらに押してくださいますようにお願いいたします。
さあ皆様にご案内しております。こちらのステージではローストマスターズチームチャレンジ2015を開催しております。先ほど6チームのプレゼンテーションをお聞きいただきましたお客様に、今その6チームのコーヒーを試飲していただいております。皆さん飲まれたらぜひ投票してください。投票箱はですね、通路より、ステージちょうど真ん中ぐらいですねに投票箱ございます。何も記入方式ではありません。あの気に入った投票箱にですね、チームの投票箱に紙を1枚入れていただくという簡単な投票方法になっておりますので、飲み終えましたらこちらの投票もよろしくお願いいたします。今ですね、私と横井さんの手元にも6種類のこのコーヒーが運ばれてまいりまして、それぞれを飲み比べてみました。同じ豆なんだな、これがそっか同じ豆か、色も違うんですよね。はい、いろいろと皆さん手に持たれて、6チームはしごされている方もいらっしゃると思います。色の具合とかですね、あと油分の浮き具合とか香りの具合ですね、全然違いますので、これもご覧になってください。さあそして重ねてご案内いたします。この後なんですが、大会が終了した後ですね、それぞれが焙煎されました豆を販売いたします。同じくこちらのステージにて、焙煎されました豆を販売いたします。ですので気に入ったチームの豆を買ってご自宅でお楽しみいただくということもできますので、ぜひぜひ、本当にすぐなくなっちゃいますよね毎年。はい、すぐ売り切れてしまいますので、ちょっとここのチームの豆家に持って帰りたいとか、もっと家で楽しみたいっていう方はですね、お残りいただきまして販売いたしますので、皆様どうぞお付き合いください。さあ皆さん飲まれた後はぜひ投票にご協力ください。投票箱ステージ中央ほどにございますので、投票にご協力ください。どうでしょうか、色そして粘度、口当たり、香り、全然違ったコーヒーが出来上がっております。また今年は大変面白い抽出方法もありましたね。ネルドリップとフレンチプレスを1対1の割合で合わせたものですとか、茶こしを使って先にお水を入れてから抽出を始めているチームありました。先ほどのプレゼンテーションでも少し時間が経って、冷めてからでもさらに美味しくなりますよというチームもありましたので、皆さんぜひ少し時間が経ってる、少し温度が下がったコーヒーもね、お試しいただければと思います。コーヒーは全然何杯でもお飲みいただいて構いませんので、投票だけ1人1枚ですのでね、気に入ったコーヒーはどんどん何杯も飲んでいただいて構いません。
さあまだまだ時間の方ございますので、どうぞ皆さんゆっくりお召し上がりください。北海道から九州まで6チームに分かれて、焙煎そして抽出方法、さまざまな方法を研究に研究を重ねまして、本日皆様にお楽しみいただいております。また今日に照準を合わせてくるというのも各チーム大変ですよね。あのエイジング度合いもそうなんですけれども、今日が本番で、はい、今日のためにあの皆さん焙煎されてますので、ぜひぜひその涙ぐましい努力と時間のない中で皆さんね、というところを集まっていただいて、焙煎していただいたというね、その努力もちょっと味に含まれていると思いますので、お楽しみになってください。さあ飲まれた後はぜひ投票もお願いいたします。あとですね、あのお客様もそうなんですが、各チームのチームの皆さんもそれぞれのチームを飲み比べてみてください。ぜひ、手の空いたスタッフの方がいらっしゃったらですね、他のチームもまた違う味わいがありまして、おびっくりすることがあるかもしれませんので、はい、まだあのカップの方ございますのでね、大丈夫です。各チームカップがなくなったらお近くのスタッフにお声掛けください。カップまだまだありますのでね、大丈夫です。皆さんもゆっくりとお楽しみください。さあ飲まれた方、投票されてますか？大丈夫ですか？まだ時間はありますのでね、もう一杯ちょっとあそこのチーム飲んでみたいな、確認したいなというのがありましたら、どんどんとお召し上がりになってください。
さあこちらのイベントステージではローストマスターズチームチャレンジ2015を開催しております。皆さんにですね、各チームのコーヒーをお飲みいただきまして、お好みの一杯、お好きな一杯を投票していただくということになっております。投票数が一番多かったチームが優勝ということになりますが、さあ私たちもですね、横井さん飲み比べをさせていただいております。なんかこうコーヒーを片手に、お客様同士がそのコーヒーについていろいろ語り合うみたいな、いい光景ですね。いいですね、はい、これはこう思うとか、私はこう思う、こういう味がしたとか、はい、そういうのをどんどんと表現していった方がすごいこうコーヒー好きになりますね。そうですね、あと、うん、チームの方と、はい、スタッフの方とお客様がこういろいろコミュニケーションされてるというところが、そうですよね、なかなか焙煎人の方たちがこのようにお客様と直に言葉を交わすとかないですね。機会がね少ないですからね。はい、いろいろとご感想なんかもね、じゃあその焙煎人にこうおっしゃっても、そうですね、はい、直接いいですね。皆さんの関心の高さがすごく感じますね、本当に。さあ本当に飲み比べていただいたお客様お分かりだと思いますが、本当に同じ豆なのかというほど味も色も全然変わってまいります。これがこのローストマスターズの面白いところでありまして、今年はですねチームチャレンジということで、チーム団体戦で皆様にこのプレゼンテーション、そしてテイスティングをしていただいております。さあ今ですね、こちらのイベントステージにいらっしゃったお客様、ここのステージいっぱい人がいるけど何やってるんだろうっていう方いらっしゃると思います。ローストマスターズチームチャレンジ2015という競技を行っておりまして、日本全国の焙煎人たちをエリアごとに6チームに分けました。その6チームごとに今年の課題生豆、同じ豆をですね、そのチームごとに焙煎方法ですとか抽出方法、そしてそういったものをですね、研究に研究を重ねていただきまして、これぞ美味しい一杯だという思いのコーヒーを本日こちらの方で作っていただいております。で皆様にですね、それぞれのその6チームのコーヒーを試飲していただきまして、お好きな一杯に投票していただく、そういった競技をこのイベントステージで行っております。今からでもどうぞご参加なれますので、今通りがかったというお客様いらっしゃったらぜひ参加なさってください。やはりそれぞれ6チーム全然出来上がっているものが違いますので、お飲みいただきましてご投票になってください。皆様の投票のみで優勝チームが決まるという競技です。皆様のご協力お願い申し上げます。ということで、先ほどテイスティングタイムスタートして、20分が経過いたしました。あと10分です。残り時間10分となりました。飲み残しているチーム、そしてもう一杯ちょっと飲んでみたいなというチームが終わりでしたら、今のうちにどうぞテーブルの方へお越しください。
さあ皆様どうぞ、各6チームでですねコーヒーをお飲みいただいて投票ください。さあテイスティングタイムですが残りおよそ5分となってまいりました。さあ飲み残したチームがありましたらどうぞ今のうちまた投票の方もぜひ皆様お済ませください。さあ今こちらのステージの方へいらっしゃったお客様ラッキーです。はい、各6チームのコーヒーをお飲みいただけますのでどうぞお飲みになってください。そして投票ですね、必ず投票はしてください、お願いいたします。皆様にご案内いたします。さあこちらローストマスターズチームチャレンジ2015ですがテイスティングタイムもう間もなくですね、あと2分ぐらいで終了となります。まだ投票お済ませになってない方お早めに投票箱ステージ中央にございますので、何も記入はいりません。スタッフから白い紙をもらってですねお気に入りの投票箱に入れていただくというだけで大丈夫です。さあ間もなくですねテイスティングタイム終了となりますので、まだ
投票されてない方、お飲みになってない方いらっしゃったらお早めにお願いいたします。さあ、それでは皆様、まもなくですね、テイスティングタイムは終了となります。よろしいでしょうか。さあ、まもなくテイスティングタイムは終了となりますが、投票の方はお済ませでしょうか。ぜひぜひ投票なさって客席にお戻りください。飲み終わった紙コップはどうぞゴミ箱に押してくださいね。よろしくお願いいたします。それでは以上でテイスティングタイムは終了とさせていただきます。6チームの皆様、そしてご参加いただきました皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは最後、お客様が投票されたら投票箱をこちらの方で、撤去いたしまして集計をさせていただきます。